皆さんこんにちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は43ページ33番の F になります。2分の3拍子波長調、2分の3拍子ですよ。3拍子なんですよ。それでは行ってみますよ。なんですけれども表紙が違うっていうね、非常にここね、どんだけ苦しめるんですか交流文芸みたいなね音が同じだから変えられないみたいなね、これすごい難しいと思うんですよ。なんかもう E が体の中に入りすぎちゃって F にできないみたいなね、この3拍子にするっていう作業がまた難しいですので、ちょっとね、最初の3小節だけタイトって歌ってみますよ。タイトって歌うと1、2、3、ソーソードミソラミソファララレファ、これそんな難しくないんですよ。これがタイがくっついた瞬間ですね。1、2、3、ソードですね。こういう
ねリズムは本当にできない人地獄ですねこれ。私もどこにいるの私何回やってもできるの分かんないみたいなねそういう方大丈夫です。あなたができない曲はみんなはできないんですよ。大丈夫です。できる人の方が少ないんですよ。だから練習曲になってるんですよ。みんなができる曲はね練習曲になってません。安心してください。ということでですね、これもうちょい遅く歌ってみますか。あの最近マイブームの激遅テンポですね。余計分かんなくなっちゃいそうだけどでもこれソードここでブレスするんだからすんごい遅くしてみようかな。これで歌えるかな。これでやってみますよ。1、2、3、ソードので気をつけてください。今ねなんかいつもはねここ静かなんですけどすごい今日ここね車通りが多くてブワーとかね重層低音でちょっとねここ音入っちゃってるんじゃないかと思ってちょっと心配なんですけどもすみませんということで、ね、ここ車が通らなくなるまで待ってるわけがないんで、ね、すみません、変な音入ってますけれどもこんな感じでねなんとなく練習できるでしょうか。なんか歌ってる時にねなんか言おうと思ったんですけど何言おうと思ったんだけど忘れちゃいましたけれども、はい、まあね皆さんこれもね頑張って練習してみてください。毎回言ってますけど大丈夫です。できないのはあなただけではないです。大勢の人ができません。なので練習曲になってるっていうことです。はい、それでは頑張って練習してみてください。それではまた。皆さんいつもストメチャンネルご覧いただき大変ありがとうございます。このね動画が参考になったなって思われた方はぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。またまだチャンネル登録されていない方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。